クルト・シュビッタースは、ドイツの芸術家、画家。全名は、クルト・ヘルマン・エドアルト・トカール・ユリウス・シュビッタース。シュビッタースは、ダダイスム、構成主義、シュルレアリスムなど近代美術の様々な芸術運動で活躍した。また、海外以外にも、詩、音響、彫刻、グラフィックデザイン、タイポグラフィ、パフォーマンスなど様々な手法を用いている。 最も有名な作品群は、廃物などを利用した、コラージュ、メルツ絵画であるが、その他にもインスタレーションの先駆けといえる、メルツ建築、サウンドアートの先駆けといえる、音響師ウルソンナタなどを手掛けた。クルト・シュビッタースは一八八七年六月二十日、ドイツ北部ハノーファン市のルーマン通り2番地で、婦人服店を経営する、父、エドバルド・シュビッタースと、母、 ヘンリエッテの一人息子として生まれた。両親は1898年に店を売り、その金でハノーファー市内の5つの不動産を買って、人に貸して生活した。クルトはドイツを離れるまでずっとこの収入で暮らした。1901年、家族はバルド通りゴバンチへ移った。この家が後にクルトがメルツバウェと改造する住宅である。同じ1901年、 クルトは最初の転換の欲しさに襲われたが、このため彼は第一次世界大戦の末期に徴兵基準が緩和されるまで徴兵の対象とならずに済んだ。シュビッタースはドレスデンの芸術アカデミーで学んだ。同時期の学生にオット・オディクスやジョージ・グロスもいたが、シュビッタースは彼らやドレスデンの芸術家グループ、ブルッケには気づかなかったとみられる。1909年に、 ハノーファーに戻った彼はポスト印象派の画家として活動を開始した。しかし第一次世界大戦が進むにつれ作品は暗さを増し次第に表現主義の色彩を帯びるようになった。1918年頃には大戦末期のドイツの軍事、政治、経済の崩壊の影響を受けて彼の作品は完全に変化した。シュビッタースは後にこう語った。 戦争で物事はひどい混乱に陥った。アカデミーで習ったことは役に立たなくなったように思え、役に立つ新たな考えはまだ準備されていなかった。すべては崩壊し、その破片の中から新しいものが生まれてこなければならなかった。この破片がメルツだ。破片をもとあった姿でなく、そうであるべきだった姿へと変えることは、私の中の革命のようであった。 シュビッタースは戦争の間のほとんどの時期をハノーファー郊外の工場の製図工として過ごした。1917年3月には第73ハノーファー連隊に徴兵されるが、6月には不適格として兵役を免除された。製図工としての経験は機械を人間の活動のメタファーとして使う後の作品制作に影響し、後に彼はこの当時を 機械への愛を感じ、機械は人間の精神を抽象化したものだと気づいたと語っている。1915年10月5日、いとこのヘルマ・フィッシャーと結婚した。長男ゲルトは1916年9月9日、生まれてから1週間も経たないうちに死亡した。次男エルンストは1918年11月16日に生まれ、クルトが没するまで英国亡命時も含めて、 共に過ごした。1918年2月のハノーファー分離派展で表現主義の絵画作品を展示した後、シュビッタースは表現主義を擁護する批評活動を行っていた芸術家ヘルバルト・バルデンと知り合いになり、6月にはベルリンにあったバルデンの画廊、デア・シュトゥルムで2枚の抽象的な表現主義的風景画を展示した。これがデア・シュトゥルム周辺に集まっていた。 ベルリンのアバンギャルドのメンバーたち、ラウルハウスマン、ハンナ・ヘッヒ、ハンス・アルプラとその秋に知り合うきっかけになった。1919年頃までシュビッタースは表現主義の作品制作を続けていたが、特にアルプの作品に影響された抽象的なコラージュが1918年のクレには制作されている。この作品を作る際、彼が目を止めた紙の破片に書かれていた。 メルツの文字から彼はこの作品にメルツ絵画と題をつけた。1919年6月にはデア・シュトゥルムで最初の個展を開催し、8月にはバルデンが発行するギャラリーと同盟の批評誌、デア・シュトゥルムでアンナ・ブルーメにと題して愛を描いた不条理なナンセンス誌を発表し、彼は有名人となる。シュビッタースは1918年末、 または1919 19年初頭にベルリンダダへの参加を打診している。ラウル・ハウスマンによれば、リヒルト・ヒルゼンベックは、シュビッタースがデア・シュトルムや表現主義に関わりを持っていることを理由に拒否した。彼らダダイストにとって、表現主義は救いたく、ロマン主義的で美学に取り付かれていると見られていた。ベルリンダダの活動に直接参加しなかったものの、彼は、 ダダイスムのアイデアを作品に取り入れ、1919年に出版したアーティストブックアンナ・ブルーメ。詩集では赤い字で大きくダダの文字をあしらい、後にはテオハンデュースブルフ、トリスタン・ツァラ、ラウル・ハウスマン、ハンス・アルプラとヨーロッパ各地のダダリサイタルを通じて交流した。シュビッタースの作品は政治的でアジプロを通じたアプローチを行うベルリン・ダダより、 パフォーマンスと抽象芸術に重きを置く、チューリヒラダ,ダと様々な点で共通点があり、サララが発行していた、チューリヒラダ,ダ最後の雑誌、デア・ェルトベーグ1919 19年11月号でも、ゾフィートイバーとアルプ夫妻と共に作品が紹介された。ジョン・ハート・フィールドや、ジョージ・グロスといった、ベルリン・ダダの主要作家たちに比べると、政治的色彩はほぼ皆無な作品を作る。 シュビッタースであったが、修正の友人、ハウスマンやヘッヒラを含め様々なダダイストたちと、交友うう関係があった。メルツは、心理学的コラージュとも呼ばれていた。その作品の多くはシュビッタースが生活の中で偶然、見つけた書物や、物品の歯切れが使われ、彼自身を取り囲む世界の美的感覚を、守備一貫させようという意図により作られていた。こうしたコラージュは、 当時の出来事に対するウィットに富んだほのめかしになることもあった。またグラフィックデザインの試し釣りの紙、バスの切符、友人のくれたエフェメラなどといった素材には自伝的要素も含まれている。さらに、後年のコラージュには後にポップアートが使うことになるマスメディア好みの大衆的イメージが起用されてもいる。彼は生涯にわたりメルツという言葉を使い続けた。 メルツと呼ばれる彼の作品には、切符や印刷物や針金といった、ファウンドオブジェを使ったコラージュからなる絵画が多かった。一方、アーティストブック、彫刻、音響詩、さらに後年、インスタレーションと呼ばれる空間を使った芸術も彼は、メルツと呼んだ。1923年のダダイソムのリサイタルの、プログラム。テオファンド・オスブルフによる、 タイポグラフィ戦艦機のドイツの政治情勢が安定し、リベラルさを増してくると、シュビッタースの作品からは、キュビスムや表現主義からの影響が薄れてくる。彼は、アルプ、ハウスマン、サラといった国際的な前衛芸術家のメンバーたちと、共に、チェコスロバキア、オランダ、ドイツなど各地を回る、挑発的な内容の夕べのリサイタルと講演会等を、組織した。シュビタースは、 やはり、メルツと題し、メルツの覚悟は、あるテーマを取り上げており、例えば1923年発行の5号は、ハンス・アルプの版画作品集であり、1924年の8、9号では、エルリシツキーが編集とタイポグラフィを行い、1925年の14、15号では、シュビタース、ケッテスタイニッツ、 テオファン・ドースブルフが、カかしと題された子供向けの話を、タイポグラフィ上の実験を交えて表した。1932年の24号は、シュビッタースの音響師ウルソン・ナタの最終稿を完全に転写したものが、ヤン・チヒョルトのタイポグラフィーにより掲載された。この時期の彼の作品は、精神の上ではモダニズムへと近づいた。政治的文脈を公然と見せることは、 ほとんどなくすっきりした表現スタイルを見せ、ハンス・アルプやピエト・モンドリアンらの当時の作品に近づいていた。この時期のエルリシツキーとの交友は非常に影響が大きく、メルツ絵画にも構成主義の影響が強く出た。シュビッタースの生涯の親友でパトロンでもあったアメリカ人キャサリン・ドライアーの助力により、1920年以後にはアメリカ合衆国でも 継続的に個展を開いた。1920年代後半にはアメリカでもよく知られたタイポグラファーとなった。最もよく知られた作品はカールスルーへのダンマーシュトックにバルタグロピウスらが建設したジードルングのためのカタログであろう。1924年にデアシュトルムガローが終わると彼はメルツベルベという広告会社を作りバールセンのビスケットやペリカンのインキなどの広告を デザインし、1929年から1934年までの、ハノーファー市議会の公式、タイポグラファーとなった。これらのデザインの試し釣りや構成釣りの多くは、メルツ、絵画の素材とするため切り刻まれた。ヤンチヒョルトの、ディーノイエタイポーラフィーやバウハウスのヘルベルトバイヤーの、タイポグラフィーの実験同様、シュビッタースも1927年にドイツ語の、 発音に基づく新たなドイツ語のアルファベット体系を提案した。そのうちのいくつかは実際に活字が鋳造され作品に使用されている。1920年代後半にはドイツ工作連盟にも加盟した。コラージュと並行しシュビッタースは建物の内装を劇的に変える作品制作模様外を通じて行った。ハノーファーのバルドハウゼン通り5番地の6部屋以上。 あった自宅を改造したメルツバウは特に有名である。1923年頃に始まったメルツバウ政策は非常にゆっくりと行われた。最初の部屋が1933年に完成し、1937年初頭にノルウェーへ亡命するまでの間に他の部屋にも拡張された。家のほとんどは人に賃貸していたため、最後の方の拡張は一般に信じられているよりも、 小規模な可能性がある。シュビッタース自身のことによれば、1937年までに、メルツバウは1階の両親の部屋2つ、バルコニー、バルコニーの下の空間、屋根裏の1部屋か2部屋、おそらく地下室の一部にまで広がった。メルツバウの最初の頃の写真には、洞窟のような表面と、様々な柱や彫刻の姿が映っている。これは、ダダイストの同様の作品。 例えば1920年にベルリンの第一回国際ダダメッセで披露されたヨハネスバーダーのダスグロッセプラストディオダダドラマを参照した可能性もある。ハンナ・ヘッヒ、ラウル・ハウスマン、ゾフィー・タウバーらの彫刻作品もインスタレーションの一部として取り込まれている。1933年にはこの部屋は彫刻空間へと変貌し、 この年以後に撮られた3枚の写真では主に白色に塗られた傾斜のついた壁や柱の表面が部屋内部に向かって突出し、その表面には一連のタブローが広がっているのがわかる。メルツ21号の一ントマイネッツらラと題されたエッセイでは、シュビッタースは部屋の中に作られた一本目の柱をエロティックな悲惨さの大聖堂と述べていたが、1930年以後には、 この表現は使われていない。メルツバウという呼び名は1933年に初出している。メルツバウを撮った写真はパリに本拠を置く芸術家グループの解放、アブストラクション・クレイアス・ヨンの1933年から1934年号に掲載され、さらに1936年にはニューヨーク近代美術館でも展示された。 メルツバウは1943年の連合軍によるハノーファー空襲で消滅したが、ハノーファーのシュプレンゲル美術館では、メルツバウの最初の部屋を再現展示している。後にシュビッタースは、オスロキンコーバールム市のリュサケール地区にある自宅の庭に、同様の環境アート、ハウスエームケンを作った。これは1940年に、 シュビッタースがノルウェーからイギリスへ亡命するまでにはほぼ完成していた。第2のメルツバウであるこの作品は戦後の1951年に消失し写真は残っていない。最後のメルツバウはイングランド北部湖水地方のエルターウォーターに作られたが、シュビッタースの1948年1月の死で完成しないまま残された。 生活空間として使われているシュビッタースの環境アートはもう一つ、ノルウェー西北部のモルデ近郊にあるハジャートや島にある。これは時に第四のメルツバウとも称されるが、シュビッタース自身がメルツバウとして言及しているのは上記の三つのみである。シュビッタースは音響詩の最初期の作品、ウルソンナタの作曲及び上演も手掛けた。この詩はラウルハウスマンの詩。 FMSBW に影響されたもので、シュビッタースは様々な機会にこの音響師を上演し、1932年のメルツ最終号にリサイタルでの上演のための寄付の最終版を掲載するまでの間絶えず書き直し拡張し続けた。ナチスが政権を握った1933年以降のドイツの政治情勢はシュビッタースにとって悪化する一方だった。 1934年には、ハノーファー氏とのタイポグラフィーの契約を失い、1935年には、ドイツ国内の美術館に収蔵されていた彼の作品が没収された上ナチス支持者らによる展覧会で晒し物にされた。1936年8月には、親友のクリストフとルイーズのシュペンゲマン夫妻及び、その息子バルターがゲシュタポに逮捕され、 シュビッタースの新編に危機が迫った。1937年1月2日、ゲシタポから話を聞きたいと求められたシュビッタースはハノーファーを脱出し、1936年12月26日にドイツを出てノルウェーに行った息子、エルンストの元に合流した。妻ヘルマはハノーファーにある家屋4軒の管理のためにハノーファーに残った。 1937年7月には、彼のメルツ会が多数が押収され、ミュンヘンで宣伝賞の主催した、大敗芸術展で大衆の目の前に晒され、シュビッタースのドイツ機関はますます混乱になった。第二次世界大戦が勃発するまでの間、妻ヘルマは、ノルウェーのクルトの下で年に数ヶ月間滞在している。母、ヘンリエッテの80歳の誕生日と、息子、 エルンスとの婚約を祝う祝賀会が1939年6月2日にオスロで行われたが、これがシュビッタース夫妻が共に過ごした最後の機会になった。シュビッタースはオスロ近郊のリサーカーの家での亡命生活の間、1937年から再度自宅をメルツバウに改造する作業に着手したが、1940年のドイツの北欧侵攻に伴いこれを制作途中で、 放棄した。ノルウェー西北部のモルデ近郊の島に所有する小屋も改造されたが、後の人々の著作にはこれも、ベルツバウの一種とする記述もある。この建物も1940年で放棄され、半ば朽ちた状態で残っている。ノルウェー北部のロホーテン諸島での短期間の避難所生活の後、ノルウェー北部にもドイツ軍が迫った1940年6月半ば、シュビタースは、 息子と共に、最標戦フリチョフ南戦後で、スコットランドへと亡命した。イギリスにおいて、敵国民であったシュビッタースは、スコットランドやイングランド各地の収容所を転々とし、最後に、満島のダグラスキャンプで1年半を過ごした。この収容所で彼は、メルツリサイタルを定期的に開催し、沈黙のパフォーマンスや、最初の英語による詩の朗読などを行っている。 しかし収容所の他の芸術家からは、ある意味あわれでば違いな人物と見られていた。1941年4月に収容所から妻、ヘルマにあてて書かれた手紙では次のように述べられている。私は、ここの最後の芸術家となった。他人は皆自由になった。しかし、どのみち同じことだ。もしここに留まれば、私は、自分のことに時間を使える。もし釈放されれば、私は、 自由を楽しめる。もしどうにか合衆国へ去ることができれば、私は彼の地に留まるだろう。君はどこにいようと、君自身の楽しみを見つければよい。アメリカの美術大学、ロードアイランドスクール・オブ・デザインのアレクサンダー・ドーナーからの招待状を受理したシュビッタースは1941年11月21日についに釈放された。彼は大戦中ロンドンに留まった。 妻ヘルマは1944年10月29日にガンで没死、クルトはその知らせを12月に受け取った。同時にメルツバウも空襲で消失したことを知らされた。息子がノルウェーに戻った後、シュビッタースは新たな伴侶イーディストーマスと共に1945年6月27日にロンドンを離れ湖水地方へと向かった。1947年8月に 最後のメルツバウの制作に取り掛かった。当初ハノーハーにあったオリジナルのメルツバウの再建を意図していたニューヨーク近代美術館の承認を得て、メルツバーンの壁の一つが現在、入ッするアポンタインの入ッする大学の美術館、ハットンギャラリーに展示されている。ナヤ自体は、湖水地方のアンブルサイド近くのエルターウォーターに現存しており、ハットンギャラリーに展示されている。 壁のデジタルレプリカの展示を行う、クルト・シュビッタース研究センターへと改造されようとしている。ハノーファーのシュビッタースの墓。1929年の彫刻作品、D.R.B.G. トロスの大遺跡によるレプリカが上に乗っている国際的なモダニズム運動がヨーロッパ中で、勃興するナショナリズムにより包囲された時期、ヨーロッパの前衛芸術の中心地から切り離された、 シュビッタースの亡命期の作品は次第に有機的な形態を取り始めた。自然の形と抑えめの色がかつて彼が多用した大量生産されたエフェメラにとって変わるようになった。1945年から1946年の多数の部分を持つ小さなメルツ写真は浜辺で見つけた小石や摩耗した陶器のかけらなどのオブジェを用いている。戦後、 友人の女性作家、ケッテスタイニッツは、移住先のアメリカからシュビッタースに手紙を送り始めた。彼女は手紙の中で、アメリカの消費社会の勃興を衝突し、新世界の息吹を伝えるアメリカンコミックスのページに手紙を包んだ。彼女は、このエフェメラを用いたメルツを作るよう励ましたが、この結果1947年に、ポップアートに専攻するポップカルチャーを用いた、 絵画、法イトなどが制作された。彼は、対戦後は健康問題で苦しんだ。1946年には一時的に目が見えなくなり、その他に何度も発作が起こった。シュビッタースは、イングランド北部のケンダルで1948年1月8日に、心臓発作で没し、アンブルサイドに埋葬された。彼の墓には何も印が置かれなかったが、1966年に、 クルト・シュビッタース・メルツの創作者と題された墓碑が置かれた。この墓碑は現在もアンブルサイドに記念碑として残されているが、シュビッタースの遺体は後にハノーファーに移されて埋葬され、1929年の彫刻作品 D.R.V.G. トロスの大理石によるレプリカがその上に置かれている。絵の具とギャンバスを用いた伝統的な芸術の範疇を超えるシュビッタースの メリッツ芸術は、戦後の現代美術の中で広く受け入れられるようになった。戦後から現在まで、ネオダダやフルクサス、ジャンクアート、ハプニング、ポップアート、コンセプチュアルアート、マルチメディアアート、ポストモダンアートなどに関わった多くの芸術家、例えば、エドルシェ、ロバート・ラウシェンバーグ、ダミアン・ハースト、アルハンセン、アルマン・ラがシュビッタースから大きな影響を受けたことを語っている。 その他、ミュージシャンの中にも、シュビッタースやその作品から影響を受けた人々が多くいる。ブライアン・イーノは1977年のアルバム、ビフォーアフターサイエンスに収録されている曲、カート・エス・リジョインダーの中で、シュビッタースのウルソナタの録音をサンプリングしている。ノイズミュージシャンに飽きたマサミは1979年から、メルツバウ名義で世界的に活動している。 劇作家、マイケル・ヘイスティングスのリブレットに基づく、マイケル・ナイマン作曲のオペラ、マイ・アンド・ボーイ、だだはバスの切符の収集をめぐって、ロンドン滞在中のシュビッタースと出会い友情を育む少年を描いたフィクションである。ありがとうございます。